ボディカラーが今回ショックエディションということで、非常に珍しいボディカラー35台しか存在しない。ネオンイエロー、ずっとこう歴代アメリカンマッスルなシルエット踏襲してる感じですね。ボディカラーがまあ映える、まあ、映える。これ悪いことできないやつですね。そうですね。内装の方がジェットブラックのインテリア、そしてシートがなんとレカロシートということで、カマロにいるっていう感じですもうエンジンの方がどうだっていうエンジンになってますけれども、こちらが V8NA6168cc の OHV ということで、うん、これもうこんな車なくないですか。もう最後でしょう。最後ですよね。ああ、いいですか。はい、速いし音がやばい。これバリバリってるよ。すごいボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ裏より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。はい、ボンドカーズ裏のツッキーです。よろしくお願いいたします。今回ご紹介させていただくお車がシボレーカマロショックエディション2020年式8900キロこちらの車両になります。月村さんとなんか紹介する車は個性的なのが多いんですけれども、ね、個人的にはちょっと毛色が違うかなとは思うんですけど、はい、今回目立つカラーのこちらをご紹介させていただきます。派手、まず派手派ですよねでまずこのボディから目いくんですけど、うん、まずカマロのとこからちょっと掘り下げてご紹介させていただきたいと思います、うん、はい、でまずカマロがもうこれで6代目になるんですね。で、もともとのカマロっていうそのネーミングの部分なんですけど、昔のフランス語で友人っていう意味なんですね、うん、だからもうまさに相棒っていう、そうですね、そんな車でもうずっと販売されてた車、はい、で、初代が1967年からの販売ってことなんですけど、これびっくりしたんですけど、2代目から日本にもう正規輸入で入ってるんですね、うん、ずっと歴代日本で。僕が小学生低学年の頃は車といえばアメ車で、その頃はやっぱりカマロとかスティングレイとかコンティアックとか、小学生低学年の時は憧れてたんですね。高学年になってくるとサーキットの狼の波が来るので、ヨーロッパ車行くんですけど、それまではもう圧倒的に憧れの車ですね。なるほど。じゃあ、はい、いろんな世代に受け入れられる、そうですね、やっぱり車種なんですね、はい、で一応これで6代目になるんですけども、こちらの方が2015年から、日本の方は2016年から販売されている車で、資料によっては2017年からなんて書いてあるのもあるんですけど、先代とだいぶ変わってアルミ対応されて90キロぐらい車が軽くなってる。そして剛性の方も新設計になって 30% ぐらい剛性もアップしてて、足回りに関しては 21% ぐらい軽くなってるっていうんで、まあ、かなり車として進化している世代になるそうです。そしてサイズの方も先代より一回りだけ若干ちっちゃくなってるということで、うん、ただデザインなんですけど、本当に初代をなんか彷彿とさせる、うんうん、そうですね、はい、言ったら5代目の方がぽかったですけど、うん、それをなんかまだ残ってますよね、うん、外観に関しても。で2代目から2、3、4ってちょっと違う路線に一瞬走りましたけども、はいはい、初代をこの彷彿とさせるフロントデザイン、うん、ただ装備に関してはかなり現代的なものがそうですね、しっかりついてるということで、はい、ヘッドライトなんかはデイライト付きの LED のヘッドライトついてますし、あとはセンサー関係も割とフルフルでついてるという、これないのかよっていうのはあんまりないですよね。安全系の支援システムだったりっていうのに関してはもう他の欧州車だったり国産車に遜色ない装備がついてる、はい、であとはボディカラーのとこ行きましょうか。ボディカラーが今回ショックエディションということで、非常に珍しいボディカラー、はい、全部でこれが35台しか存在しないんですか、うん、のネオンイエロー、もう目がチカチカしちゃうぐらいのイエローですけども、通常日本の展開だと黒、白、赤、青、グレーのみなんですけども、こちらのショックエディションはこのその名の通り、うん、ショックを受けちゃうようなこの鮮やかなこちらのボディカラーになって、今回ご紹介させていただくのが SS そうですね、はい、っていうグレードになるんで、まあ、いろんな専用装備がついてるんですけど、うん、あの馴染みがないとまず SS 何ですかって感じですか。何ですか。そうですね、63とかって、はい、ベンツで63って言われたらすごくしっくりくるじゃないですか、うん、なんでグレードの体系の方も改めてご紹介させていただくと、これアメリカだとめちゃめちゃグレードあるんですね、うん、8グレードあって、そうですね、はい、まあ、LS、LT、SS、ZL、はい、まあ、あと細かく分けていくと、まあ、エンジンの違いなんかいろいろあるみたいなんですけど、大きく分けると4グレード、うん、2リッターのものと、あと 3.6、V6、あと V8、あとは V8 スーパーチャージャー、ただ日本のラインナップに関しては2リッターと今回ご紹介させていただく SS の 6.2 リッターのみということで、はい、の自然吸気、はいはい、で今回はその SS グレードで、専用装備としてボンネットがこの、うん、ダクト付きのボンネットがついてくる。さすがに6000約 200cc となると熱量と半端ないん で、ね、まあ、専用のこのダクトがついてるボンネット、そしてここがラッピングっすかね。そうですね、はい、デカールで黒くなってる。
ただアメリカ的なところを感じてしまいました、はい、もうラッピングが熱で、はい、これ純正ですもんね。そうですね、もうさすがに熱でこのダクトのところはちょっと浮いてきてしまっているという、はい、だからもしあのリフレッシュこの車の際に言っていただければプラスアルファで張り替えなんかもできますよね、おそらく。まあむしろ剥がしちゃうとかもできますしね。あ、そうですね、はい、まあ、そんな手を加えていただいてもいいのかなと。もうボンネットでただものじゃない感じが伝わってきますけれども、うん、こんな感じの前回り、このバルジっつうんですか、この。そうですね、ボンネットもただものじゃない感じがもうシルエットで伝わりますよね、うん、そして足元の方も専用装備、20インチの黒いホイールがこの赤ラインが入ってるやつですね、こちらが装着されてます、うん、でこれが通常の LT ですかね、だとシルバーのホイールなんですけども、うん、今回 SS なんで黒いホイール、これだからもうパッと見てもう黒いホイールのこのボディカラーだと、あ、ショックエディションの SS だって SS の方だってね。そしてあとはブレーキの方がなんと前後ブレンボということで、はい、ローター系の方がフロント345パイ、リア338パイということで、めちゃくちゃ大きいわけじゃないんですけども、うん、車のパワーだったりボディサイズに関しては十分なサイズが備わってるんじゃないかな。でこの辺一つ一つ見ていくと、ついてるもの本当一流品がついてるんですよね。そうですね、エンジンもそうだし、うん、ブレーキもそうだし、シートもそうだし、うん、価格に関しては動画なんで発表しないですけど、うん、価格で考えたらめちゃくちゃお買い得というか、めちゃくちゃ安い。安くないですか、うん、普段あのヨーロッパ車使ってる感覚からいくと安っ、こんだけ装備ついてこの値段なのっていう。でやっぱりそれ感じてるの僕らだけじゃなくていろんなレビュー見ても、うん、やっぱり安くてすごいこう充実してるっていうレビュー書いてるのが多かったんで、まあ、そのぐらいいろんなものがお得な値段でついてくるパッケージの車みたいです。であとは足回りに関しては電子制御の足回り、マグネティックライトですよね、うん、磁性流体のダンパーもついてるみたいです。ちょっと乗り味に関してはあのアメ車はそんな経験ないんで、うん、この後乗ってみたいと思います。あとは全体的なこのシルエット、ボディサイズの方が全長4785、幅1900、高さの方が1345ということで、さすがのアメリカンマッスルなサイズですけれども、うん、欧州車の略付きだともっとでかいのもあるので、うん、かなりの大きさですけれども、あとはなんといってもこのデザインじゃないですか、はい、窓ちっちゃくないですか、狭っ。なんかさっきも言ってましたけど、うん、チョップとされたみたいな。そうね、このボディの厚みに対してこれですからね。でこれフロントガラスも傾斜してるんで結構大きく面積見えますけども、うん、中乗るとびっくりしますね。そう、乗るとね、天地の狭さにおっていう、フロントガラスちっちゃっていう、うん、これはこの後中見てみたいと思います。あとボディラインに関してもなんかもうずっとこう歴代アメリカンマッスルなシルエット、リアのフェンダーもそうですし、うん、踏襲してる感じですよね。あとは面積がやっぱりボディ大きいんで、ボディカラーがまあ映える、まあ、映える。これ悪いことできないやつですね。そうですね、はい、どこどこいましたよねって言われちゃうやつですね、うん。そして後ろに関しても同じくブレンボの対向キャリパーのこちらになってます。でキャリパーは意外に主張しないんですね、うん、なんか赤とか入れてくるかと思いきや、うん、意外に地味なカラーなキャリパーですけど、まあ、性能に関してはま間違いないかな。そしてあとは後ろに行くと、後ろもなんかすっごい初代っぽいなと思ったんですよ。2代目3代目4代目あとサメカマとか、はい、あの辺ってなんかこうちょっと近未来チックなこう、うん、四角いこういうテールランプになったじゃん。それがなんか初代を彷彿させるようなラウンドしてるというか、うん、の4灯のテールランプになって、これも LED ですよね。そうですね、はい。そして同じようにこうストライプが入ってウィングが、だとはやっぱりこのお尻の大きさがカマロだなと思ったんですよ。実はうちの兄が2代目かな3代目かなカマロ乗ってたんですよ。へえ。もう僕全然知らなくて、はい、実家に帰ってきて前向きに飛ばしたの、うん、で後ろ見て後ろでかって、うん、でカマロって言ったらなんか後ろのお尻が大きいイメージ、なんかそれがもうずっと受け継がれてる感じです。そしてマフラーに関してはこの4本出しのタイプ、さっきちょっとエンジンかけたんですけど、あの排気音にビビりました。そうですね、あのこれ車検通っちゃうんですかっていうぐらい、ほんとね、そんな勢いだよね。迫力のマフラーがこちらが装着されてます、はい、あとはこれが室内のデジタルインナーミラーのカメラということで、はい、デジタルインナーミラーこれだって標準っすよそう、あの見やすいかどうかに関してはあの、うん、ノーコメントで、そうですね、はい、あの内緒でお届けしますん で、はい、でカメラをここにつけるっていうね、だからこの辺ってすごいうまくできてるし、うん、全体的なシルエットのこのクラシックなのの現代版のリバイバルって、うん、アメ車めちゃめちゃうまくないですか、うん、マスタングとか、まあ、チャージャーもそうですけど、そうですね、欧州車とか日本車でなんかこう過去のネーミングを模した、うん、こうリバイバルした車ってたまに出るじゃないですか、うん、けど全然こう前のと違うんだよなっていう、うん、見た目が全然違うもんね。うまくねアメ車はなってますよね、うん、なんかちゃんと本当に初代のカマロを彷彿させるうまいデザインで、さらに現代的な装備もいろいろついてると、こんな感じの XTR になっております。じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。この辺のスマートキーだったりの現代的な装備もついてて、内装の方がジェットブラックのインテリア、こちらがもう漏れなくこれになる感じなんですよね、うん、
そしてシートがなんとレカロシートということで、カマロにいるっていう感じです、ね、いやでも SS って言ったらやっぱりそのトップグレードの1個下、まあううね、もうほぼ日本で販売されてるもう最上級グレードなんで、まあ、このぐらいは。ただアフターマーケットのレカロと違って純正のシートをレカロでチューニングした感じですよね、うん、おおよそのシルエットは他のシートといた感じですけれども、だから、ね、肉厚感があのアベ車っぽい乗ると、確かにシートのボリュームなんかは、うん、あんまり国産車とか欧州車で見られないぐらいのしっかりしたシート、こちらがで真ん中がこのスウェード生地なんですね、滑りにくそうな素材になってる。あとステアリングなんかもフラットボトルのステアリングだったりだとか、内装のデザインも非常になんかこうクラシックな感じも感じつつ、うん、ただ正直言うと質感に関してはまあアメ車だなっていう感じはしますけれども、ね、全体的にすごくよくできてるイメージがします、うん、であとはメーターの方が8インチのメーター、こちらがなんとラップタイムとか G フォース、あとタイヤの温度まで出せるという、うん、もう本当に走りの車なんですよね。なんかもうアメリカンマッスルなんで、ちょっとなんかそういうの無視して力でねじ伏せてる感じも僕勝手なイメージで持ってたんですけど、そうじゃなくて割とそういう電子デバイス的なものもしっかり備わってるこのメーター。なんかモードでトラクションコントロールもバーンアウトこれさせられるんでしょ。はい、ラインロックもなんとついてるということで、あとは、インテリアのスペクトラムライティングって言って、まあ、欧州車でいうところのアンビエントライトなんかもついてるんで、まあ、非常にその辺のドレスアップ要素なんかもしっかりある。あとはスピーカーの方が BOSE の9スピーカー漏れなくついてくるんで、この辺オーディオしっかりしてるのもなんかアメ車っぽくないですか、うん、アメ車結構サブウーファー装着率も高いイメージなんで、はい、しっかりこの辺も装備として備わっております。じゃあ続いて乗ってみたいと思います。今日このスカフプレートに関してはこのカマロの大きい文字が入って、そしてこのフランスの国旗が、これがカマロのネーミングから来てるんですかね。そうですね、なぜかフランスの国旗があしらわれてますね、はい、ちょっと乗ってみたいと思います。で開口部が大きいんで、うん、まあ乗りやすい、うん、ただルーフはそんなにこう高くないんでちょっとこう気をつける感じですけども、あとはこのゴムのマットがアメ車っぽいのとデザインがめっちゃクラシックでいいなと思います、はい、そしてシートの方は非常にホールドのいいスポーツシート、うん、そしてあとはメモリー付きということで、以前マスタングの GT500 ご紹介させていただいたんですけど、うん、あ手動だったんですよ。それからするとかなり装備いいなと思っちゃいました。そうですね、でパワーシート で、うん、でなおかつエンジンかけるとメモリー位置に来るという、うん、こちらのシート。ただランバーの調整に関してはないですよね、うん、だまあ細かくはできないんですけど非常にホールドもいいし、あとやっぱりこのボリューム感、そうそう肉厚じゃないすごく、はあうん、いい、だお尻もしっかり沈み込むし、うん、背中のホールドもかなりいい感じです。そしてステアリングに関してはボタン多めのこんな感じのステアリング、下がフラットボトルになっております。エアバッグでっかいですね、うん、で一応こっちがパンチングでこっちが普通のレザー、質感もかなりいいです。そして太すぎない、うん、でパドルもついててなんと10速オート、10速、はい、はい、びっくりの10速オートマ、うん、そして調整に関しては手動ですかね、こんな感じで。ただ手動の調整なのにステアリングヒーターついてるんですよ、うん、でもっと言ったらシートヒーターとベンチレーションもついてる、ベンチレーションまでついてる、めっちゃ装備良くないですか。本当にいいよね、はい、価格で言ったら信じられないですよねなかなかこの価格でこれ全部ついてくるのってないですよね、うん、そしてメーターの方はこんな感じで、先ほどちょっと触れましたけどもタコとスピードなんと330キロまで振ってあるこちらのメーター、ちょっとかけちゃいましょうか、ちょっと、うん、はい、こんな感じでしっかりアナログ表示も残ってて真ん中にインフォメーションが出るタイプのこちらのメーターになっております。であとはなんとヘッドアップディスプレイも、これ映るかな、はい、ついてる。このメーターフードのデザインもかっこいいですね、うん、だと全部こう覆われてるこのデザイン、そしてこちらのナビモニターに関してはえらい角度になってますね。そうね若干こう、うん、こっちに傾斜してるというこちらになってる。まあでも太陽光を反射しなくていいんじゃないですか。あ、確かに、うん、ちょっと寝かせ気味でそれはあるかもしれないです、うん、見づらさはないですけど光沢のある液晶なんでステアリングが映ってる感はありますけど、うん、決して見づらくはないかな。で皆さん気になるところアメ車ナビ大丈夫なのってことなんですけど、うん、なんとカープレイがそうですね、はい、使える。そもそもナビはついてないですからね、はい、はい、Android オートもついてるんで、まあ、基本的にメディア関係ナビ関係に関しては困らないかなと。あとはエアコンに関してはなんとここのスイッチとこれという、そうですね、良くないですかこれ笑っちゃってるじゃないですか、うん、これがダイヤルだもんね、この温度調整のダイヤルがこれですね、はい、質感に関しては全然悪くない、はい、うん、ただこのシフトをこう、まあ、オートマなんで操作しないですけど、うん、シフトを冷やす感じ、うん、よくないですか。普通だったら絶対ここがここにつけるじゃないですか。そうね、ここにつけるという、これだもんね、はい、こんな感じすごい。でこれが、はい、デジタルインナーミラー、はい、ちょっとかけてみましょうか、はい、こ
これもちろんオフにできますけれども、うん、正直見やすいとはお世辞にも言えないかな。そうですね、はいはい、それでオフですね。遅れますよね、はい。まあ、後ろの視界があんまりよろしくないんで、うん、まあ、この辺は、まあ、どうなんですかね。ちょっと道路に出て使ってみましょう、ね。はい、でバイザーに関してはスタンダードのファブリックのタイプ、天井と同じ素材ですね。でバニティもしっかりついてて、でピラーはこれプラスチックなんですね、うん、割とアメ車あるあるな感じもしますけど、うん、で今回の車はレーダー探知機もドライブレコーダーもついてます、はい、乗ったら欲しいセットがついております。そしてシフトに関しては一般的なこっちにボタンがあるタイプですねのシフトになってます。シフトもなんかいいっすね、なんかマニュアルっぽい、うん。そしてモード切り替え、あとドラゴンオフのこれ隠しコマンドのしてました、ね、ああ、なんか、はい、読みましたよこれ、試乗の時にじゃあ隠しコマンド入力したいと思います、うん。そしてパーキング、そしてシガーで、あとはドリンクホルダーで、あとここ開けるとちょっとだけですけどスペースがあって、 USB のタイプ A が2系統と AUX がついてるんですかね、うん、こんな感じになっております。そしてペダルもゴムというか黒い、うん、このペダルめっちゃしっくりきません、うん、デザインと。で意外に癖がない、まあ、左ハンドルっていうのもありますけども、左側のスペースも十分ありますし、ペダルも全然違和感なく使えそうです、うん。そうですね、収納がやっぱりそんなにこう国産車とかと比べると少ないのかなっていう気はします。そしてグローブボックスも割と狭めです、ね、狭め、はい、で ETC もしっかりついております、はい。だったらフロントガラスがやっぱりこう上下が全然ない、さすがに裏感とかあれほどじゃないですけど、うん、もう本当にスポーティーな車に乗ってるなっていう感じの視界です。そしてやっぱりこのシルエットなんでブラインドと後ろは見づらいかなと。ただなんとブラインドついてるんですよ、うん、でさらにリアのクロストラフィックアシストかな、うん、もついてるんで、例えば後ろバックしてて障害物があった時は勝手にブレーキ踏んでくれる機能なんかもついてるんで、うん、まあ、サポート関係が充実してるんで、まあ、シルエットの特徴的な部分は割とサポートされてるのかなと、そんな感じのインテリアになっております。じゃあ続いて後ろ乗ってみたいと思います。これワンタッチで倒せはしますけど、そうね、前にはいかないんですね。そのままスッと1回パワーシートならね、そのままスライド機能がついててくれるとありがたいですけどね、はい。ただまあ一応 2x2 にはなってますけれども、うん、基本的にはまあ2人乗りっていう感じが圧倒的なんじゃないかなと。シートベルトをまたぐ感じで完全に頭は当たりますね。やっぱり後ろにはもたれられない。なるほど、もたれると頭寝かさないと少し911って感じですかね。前、いや911の方がまだ天地がある感じ。あ、本当ですかね。シートはすごく、はい、座面はねたっぷりしてるんですよ。なるほど、前後なので座面は全然いいんだけど高さが何せ足りない。じゃあお子さんだったりだとか、うん、小柄な方であればまあまあ、ね、まあまあって感じですか。でチャイルドシートなんかのイソフィックスはない感じですね、はい。で装備的なものもほぼないんですか、ね、ほぼないですね。アームレストも特にない。これでスルーができる感じで、はい、ドリンクホルダーもなく充電のポートもない。そうですね、ないです、はい、簡易的なリアシートっていう感じ、はい、まあ本当に 2x2 ですね、はい、なっております。じゃあ続いてトランク見てみたいと思います。トランクの方が一応257リッターということで意外に深さが深いですよね、うん。そして奥もまあまあある。意外にこう収納はできそうな、うん、ただデザインでここが高いんで、うん、入れるのがこう入れなくちゃなんで、ね、はい、まあ、利便性に関してはうんって感じかなと。まあそういう車じゃないですから、まあ、もちろんそもそも、うん、だからスーツケースぐらいだと全然入りそうですね、うん。あとスルーローディングがついてるんで、まあ、リアシート倒してもらえば長物もなんといけちゃうということで、はい。これ下もあるんですか。あ、下ちょっと収納とあとはアンプその辺が入ってる感じですかね。こんな感じになっております。あとはおなじみこちらは完全についてる、はい、アメ車も必ずっすよね。そうだね、トランクから人が逃げ出す、はい、どういう状況よどういう状況っていう。でしかもちゃんと蓄光の光るやつね、うん、はい、だから暗闇でこう光ってるところを探して、はい、まあ、この辺もそう、ね、らしさを楽しんでいただける。信号待ちか、なんか車内のドア開けて、あ、ちょっと遠く行ったなっていうところのタイミングを見計らって開けて逃げるみたいな。それも完全映画です、はい、こんな感じになってます。じゃあ続いてエンジンルーム見てみたいと思います。もうエンジンの方がどうだっていうエンジンになってますけれども、こちらが V8NA6168cc の OHV ということで、うん、これもうこんな車なくないですか、うん、もう最後でしょう。最後ですよね、うん。でおそらくチャージャーとかチャレンジャーも次なんか E マッスルになるとか言われてるんで、うん、カマロのこの組み合わせももう最後の方なんじゃないかな、うん。まあ、2リッターもバージョンとして出てきてますから。そうですね。でスペックの方が453馬力、トルクの方が 61.7 キロということで、うん、もう怒涛のトルクで走っていく。いやこのエンジンだよね。
このエンジンのためにこの車を買うと。でもう1個上に ZL1 ありますけれども、うん、スーパーチャージャーで、はい、基本的に正規輸入はされてないんですよね、はい、なのでまあその辺考えるとかなりいいんじゃないかなと思います、うん、そしてこれに組み合わせるミッションが中でもちょっと話しましたけど10速オートマということで、うん、先代8速オートマだったのから2速アップして10速オートマですけど、なんかそれによって、まあ、トルクが有効的に使えるのもそうなんですけど、なんかエンジンのリズムと変速がすごく合ったっていう風に書いてるレビューが多かったんで、これこの後乗ってみたいと。そしてそのミッションの方がトルコンオートマを車に搭載したのが GM が初なんですよ、うん、なのでもうその辺の歴史もありますし、なんとそのトルコンオートマを自社生産してるということで、はい、最近なかなかないですよね。ないですね。基本的にはもうミッションメーカーから買ってきて組み合わせてっていう感じになると思うんですけど、なんとこれは自社製品のなんかミシガン州で作ってるらしいです、こちらのオートマで。あとは0100アメリカなんで0-96キロですけど、それが4秒。であとは LSD なんかもついてますし、エコーをまるで無視したエンジンかと思いきや、なんとシリンダー吸収もついてるということで、はい、シリンダー吸収分かる分からない問題が最近あるので、うん、この辺も乗って確認してみたいと思います。続いて透過類見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう。はい、装備めっちゃいいっすよね。うん、アプリ、この辺で全部できるんですか。すげえ、全然いいじゃないですか、うん、全然いいっていう、なんかすごいちょっとあのトゲが表すように取られかねないですけど、すごくいいです、うん、だ全体的な質感に関しては、ね、まあ、同価格帯でもっといいのあるよねっていう感じはしますけど、うん、1個ずつ見ていくと、うん、あのめちゃくちゃお買い得な気がします、やっぱり。そしてもうカマロといえばトランスフォーマーじゃないですか、はい、その影響もあって購入者の 28% が20代らしいですよ。すげえ。子供の頃見てて、うん、その子たちが免許取れる年になって、よしカマロ乗る、カマロ買うぞ。そうそうそう、だからあのイニシャル D 見て、うん、86欲しくて86買うみたいな、そんな感じになってるみたいです、ね、アメリカだと。それにしては高いよね20代が買うには。まあ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 、だからあれじゃないですか、もっと安い LT の方のレベルじゃないですか、多分。だ SS はやっぱり特別なんで、うん、はい。でカマロってあんまり僕はあの走りのイメージなかったんですけど、うん、なんかインディーのペースカーやってたりだとか、はい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 、あとなんか GT4 の車両作ってたりとかっていうのもあるみたいですよ、うん、だからレースにも割とこう、うん、つながってる車。まあモータースポーツはね、昔からやってるメーカーでもあるしね、シボレー。え、バックカメラの解像度めっちゃ高い、うん、びっくりした。カメラと PDC がついてるけど、フロントは PDC ついてないんだよね。でリアに関してはしっかりついてるけど、うん、前がちょっと、フロントは、フロントこそつけてほしい感じはするけど ね。いや、それは後付けしましょう多分できると思うんで、うん、そしてこの窓がこうちっちゃいからか、うん、スーパーカー乗ってるみたいな、このわかります、このウィンドウの肩より下に、そうね、あ上か、肩より上にこのウィンドウのこれが来る、ね、うん、え、これちょっと待ってください、ベンチレーションめっちゃ効くすごい涼しいよ、ね、あのなんかちょっと漏らしちゃったんじゃないかっていうぐらいお尻が涼しいうわうわすげえ。ああでも最初のなんかこのトルクの出方はすごいですけど、うん、出ちゃえば、うん、1速がなんかすごく下げてあるんですか。うん、どうなんだろうね。でも10速になってからもう別に上と下は変わってないんだよね。中を刻んでる、うん、中を刻んでるだけって書いてあったんで。でモードによってスロットルの介入だったりサスペンションだったり、うん、なんか8項目ぐらい介入が入るということ で、うん、でちなみに今ツーリングからちょっと始めてみましょうか。で乗り味に関しては割としっかりしますね。はい、ツーリング、スポーツ、トラック、雪、凍結ということで、スポーツとトラックの時にトラコン2回ポチポチっと押すと、あれコンペモード、これ止まってる時じゃないといけないのかな。ああ、そうだね。うわ、すげえ、うん、本当アメリカンマッスルじゃないですかそうね、この音がね
いや割と最近GT500 乗せてもらったんですよ。全然違いますね、うん、キャラクターが。そしてステアリングは結構重たいっす、うんうん、切り応えがすごいある。でレスポンスに関してもそんなにこうめちゃくちゃ機敏じゃないですけど、うん、フロントタイヤの動きめっちゃ分かりやすいです、うん、めっちゃ分かりやすいし、なんかハンドル切ってるこの加減でタイヤが割と前の方についてるのかなっていう感覚がきます、うんうん。車幅は1900ですけど、うん、欧州車の約月2メートルよりかも車幅がある気がします、はい、うん、実車よりも大きく感じるこれ。ただ実際は1900なんで、うん、全然日本のこの狭い道でも問題はないかなと。すごいすごい、これやばいこれやばいやばいっすか、これやばいっすいやいやいや、ちょっとSS 言ってももう一個上に ZL1 控えてるんでしょと思ったんですよ、うんうん、SS でもだいぶやばいっすね、うん、これこれすごいで今、はい、今じゃあちょっとスポーツに、あースポーツにするとやっぱり硬くなるのかな足が、はい、タンタンタンって感じですね。すごいこれ視界もそうだしフィールもそうだし全力でこうアメ車を体感できますね。スペンションレーストラックステアリング、はい、レーストラックエンジン音レーストラック個別にもできると。はい、はい、あステアリング重たレーストラックにちょっとやっぱ重たくなるみたいね、はい、でもうちの3シリーズぐらいですね、うん、重さで言ったらいいですか。はい、速い速いし音がやばい、これバリバリいってるよ。すごいめちゃめちゃこうレスポンスいいわけじゃないですけど、うん、こうミッションが頭にいいからかすごいロスなくこう走れてる感じと、うん、すげえこれこれやばいっすね。欲しいですこれいいっすよ。あと色だけじゃないですか。そうね、はい、色さえそうですね、これ OK な方であれば、 OK であればこんなエンジンねもうないしね。ないっすね。アメリカンマッスルなんて言葉も多分なくなってくんだろうし。なくなりますね。もうだってもうカリフォルニアもう間もなく電気にシフトするらしいですよ。 うわーで車剛性高い感じはします、すごい、うん、箱感が、うん、でステアリングのレスポンスもレーストラックにするとかなり機敏ですね、うん、これちょっと走ってみたいな、もっとスピード出して。そうね、なんかこう、はい、サーキットクローズドでちょっと走ってみたいよね。トラコン2回押しでコンペモードですよね、うん、ラインロックもついてるんですよ、だって、うん、ちょっと商品車なんでラインロックやりましょう。そうね、ちょっとやりたいこのシートに押さえつけられる感覚ってもうないですね、うん、トルクフルな感じね。そうですね、うん、なんか今時の車のこの加速感と違わないですか、うん、ちゃんとなんかエンジンの力がこうみなぎってきて それが駆動に伝わってグーってくる感じ、うんうん、でちゃんとこうフロントが少しリフトして走っていく感じ、うん、けどなんか現代的な装備にこう囲まれてて、これいいっすね。実はうちアメ車一家なんですよ。ああそうなんだ。うちの父親も昔マスタングのそれこそ大昔のやつ乗ってたし、うん、うちの兄もそのカマロのサメカマかなその次のやつかな乗ってたし、はいはいはい、うちの弟もホンダのあのピックアップのフルサイズのやつ乗ってたりとか、うんうん、いつ僕だけ乗ってないんですよ。僕はトヨタの並行車乗ってましたあとはこのデザインじゃないですか。そうだね、ぜひこの流れを欧州車国産車に入れてほしい、うん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 、なんだったら最近新型になってあの僕のタワゴトですよ、うん、新型になってこういろんな評価があるクラウンも、うん、あの大昔のクラウンのシルエットで復活してほしかった。そうだね、86も、うん、なんだったらあの箱スカもなんかコンセプトみたいので、うん、昔の形をすっごいオマージュしたやつ一瞬出たじゃないですか。ああいうのとかああいうの今ねコンセプトモデルだ出るじゃない、三浦とかもそうだったし、ただこうプロダクトで出てくるのがなかなかね、そうですね、やっぱりヤメ車はそういうのバシッと出してきちゃうもんね。
まあ、安全のその部分だったりだとか、うん、まあ、いろんなその法律的な縛りとかあるんだと思いますけど、うん、ぜひこの本当にクラシックをそのまま引き継いだシルエット、うん、他のメーカーもやってほしいですよね、うん、いやカーマロびっくりした。まあ SS っていうやっぱりスペシャルなモデルですからね。いやこれいいっすね、うん、欲しい。止めとくところぐらいあるな。持ってていいよね。いや今日ちょっともう一周したいぐらいでした。ありがとうございます。これマジいいっすね、うん、いや言っても GT500 一回乗らせてもらってるんで、はいはいはい、まあ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 アメ車ちょっと知ったかになってたんですよ。知ったつもりでいたんですよ。全然違うし。だいぶいいっすね。だって言ったらだって GT500 より全然安いですよこれ、うんうん、でこの内容じゃないですか。これすごい。だってしかも正規輸入車でっていうんだったら年式も新しいし、そう、ね、何の心配もいらないし、うん、あとはでも撮り回しとフロントカメラはやっぱりちょっと欲しいですね。フロントカメラせめてセンサーだけでも。それはボンドプラスで後付けしましょう。じゃあフロントカメラ、うん、あの実はうちのかみさんもその3シリーズ前が見えないとかって言って、うん、まあ、3シリーズで前が見えなかったら何乗れるんだよって感じですけど、うん、そうね、あのフロントカメラ後付けしました。あ、うん、そういうこともできるんで、うちのかみさんもあの CX3 にフロントカメラつけたからね。まあその辺後付けできる場合もありますからね、ご相談いただければ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で最後になりますけれども、はい、よかったっすね。意外にね。めっちゃいいっす。 そしてボンドでアメ車をご紹介させていただくと、え、ボンドがアメ車ってよく言われるんですけど、うん、全然あの車種とかメーカーとか全然あの縛りは別にないんですよね、うん、まあ、基本的に国産車だったらアメ車なんかも幅広く取り扱ってますんで、はい、買い取りから販売からお気軽にご相談ください、はい、というわけで今回はシボレーカマロショックエディションをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。